したがって他の災害より一層火災発生を防ぐ事前の対策、火災予防が重視され、日本では戦後幾多の大規模建物の火災の経験なども踏まえ、消防法を中心に適切な火災予防対策が講じられた結果、火災そのものの件数や被害はマクロ的に大きく減少している。